皆さんこんにちは、ゆずです。いつもご覧いただきありがとうございます。ちょっとなんかこの雰囲気が違うっていう感じなんですけども、はい、最近もうつい先週ですね、引っ越しをしまして、場所が変わりました。家が変わったんですね。なのでちょっといつもとは違う綺麗なところから、まあこれからはこんな感じのところからお届けするんですけれどもというわけで本当に引っ越しね、大変でした。もうめちゃめちゃ忙しくって、それとともに週末に、奥三河パワートレイルじゃなくて間違えました、奥三河トレイルランニングレースの試走会があったりとか、まあ私自身のイベントがあったりとか、もう本当いろんなこう予定がちょっと立て込んでしまって、そう、そんなこう先週その前の週とかもちょっと忙しく過ごしていました。ああ、もう、だからね、ちょっと皆さんに、今日、最近、私の動画がもう本当に追っついていないものですから、まずそれを謝らなきゃいけないっていうのと、もう本当にごめんなさい。あげたい動画たくさんあるんですけれども、全然、追っついていないのが現状です。なので、まあそういったことを含めた最近のこの近況っていうのを、まあ今日の動画は、喋るままにお届けする動画です。で、今、ちょうど昼なんで、家でちょっと昼を食べようというところで、昼を食べながら、皆さんに、いろいろお話ししまくろうかなって思うので、最後まで聞いてください。よろしくお願いします。今日の私の、昼ご飯を紹介したいと思います。今日の私の昼ご飯ですね。まず、セブンのバターチキンカレー、これこんな感じ。こちらが温泉卵ですね。温泉卵とキムチミックスしてます。リンゴ酢です。私の私スタイルなんですが、このリンゴ酢ドリンクなんだけど、これにね、私はめちゃめちゃ酸っぱいのが大好きなので、これに穀物酢をプラスしています。なので、激酸っぱいジュースです。よし、という感じで、今日はこんなご飯です。いただきます。乾杯とかいう感じじゃないの、お昼だから。本当私、酸っぱいのが大好きで、よく家でも酢の物を作るんだけど、酢の物ってまあ基本サンバイズじゃないですか。で、酢3、醤油2、砂糖1っていう感じで、まあいわゆるそれがサンバイズの基本なんですけど、私の場合は大体酢が半分ぐらいで、醤油ちょっと、酢がちょっと、砂糖はほぼほぼ入れないっていう感じの、もうほぼ酢なんじゃないかっていうめっちゃ酸っぱい酢の物を作るんですね。でもこれが私のものなので、たまにお店とかで食べる酢の物が甘いから、あんまり好きじゃないんだよね。セブンのバターチキンカレーいただきたいと思います。私ね、カレーなんてね、めったに食べないんだけど、最近ちょっとお米を食べてなかったのね。ずっと、ちょっと引っ越してバタバタしてて、もう、米じゃなくて手軽なパンばっかり食べてて、なのでちょっと久しぶりにちゃんと米食べようと思って今日はこれにしました。忙しい時ってやっぱりね、移動しながらさ食べれるものっていうとやっぱりパンが多くなっちゃうじゃないですか。最近ずっと私移動しながら食べることが多かったから、ではいただきます。色が美味しそう。おお、甘い。バターの香りがすごいする。美味しい。全然、私カレー結構辛いのが好きなんだけど、これまたジャンルがね、バターチキンってジャンルが違いますね、甘い感じ。そして温玉キムチ、
という。さあ。というわけで、喋りながら、ちょっといろいろ喋って、皆さんにいろいろ報告していこうと思うんですけれども、まずですね、前回の動画で、私、まあ、ロードがちょっと走れなくなってっていう話をしたんですね。前回の動画、ぜひ見てない方、見てください。ロードを頑張ったら痛くなって走れなくなった話っていうのを載せています。そう、その後なんですけれども、あれからですね、やっぱり歩くのもちょっと痛くなってしまって、皆さんにもね、いろいろアドバイスもらって、アドバイスの中にね、登山に行ってはいかがでしょうかとか、なんかトレイルに切り替えるとか、体幹トレーニングを取り入れる、筋トレを取り入れるとか、なんか皆さんやっぱり走るとは別のことに、こうシフトして痛みがある期間、過ごしているのかなっていうのが分かったんですね。皆さんアドバイスありがとうございました。まあ、そのアドバイスのおかげでですね、ちょうど、あの後、動画にもね、アップしたんですけれども、お母さんと、アルプスの表銀座縦走するっていう予定がもともとあったものですから、そこ、まあ、それがあって、しばらく、本当に山ばっかりだったんですね。9月の前半ぐらいは、本当に山ばっかりで、アルプス縦走を、3日間しましたので、そこはもうフルで、もう全く足、走ってないですよ、登山だったんで。で、まあその前後も、なんなら結構ちょっと疲れがあったりとかして、ランニングどころではないかったので、全然走らなかったんです。そう。で、イベントをね、私イベントや、週末にやったりとかしているので、まあそういうところで、走る機会はもちろんあるんですけれども、まあイベントはその対象の方っていうのがやっぱり初心者の方や入門の方を対象にしていますので、本当に、いつもみたいなね、ガシガシ走るっていうことは全然なくって、私のリハビリにはもう持ってこいなペースみたいな、もうキロ7分とか、そんなもんでしかほとんど走ってなかったんですよ。で、なんかその生活が結構2週間ぐらい続いたので、痛みもね、全然歩く分には全然痛みもなくなってきて、で、イベントの中で走る分にもそんなにもう痛くなくなってきたんですよ。で、食べながら喋ります、ちょっと。なので、ついこの間2、3日前かな、に本当に久しぶりに自分のこう、まあ、ちょっと走るペースっていうのを前のペースに戻して10キロしっかり走ろうと思ったんですよ。そうそう、それまでは朝ランも徐々に再開してたけど、キロ、6分近くだったりとか、暑さもあったので、前ほど全然もう時計むしろ見ないで走ってましたし、まあそんなことをずっと、この最近まではしてて。で、久々に10キロしっかりちょっとタイムを戻しながら走ってみようと思って走ってみたんですよ。で、走ったそばはね、全然、痛みもあんまり出なくって、ただちょっと下りになった時に違和感がまだ若干あるんですけれども、痛いっていうほどではないので、前に比べたら回復傾向かな、なんて、そう思っているんですね。で、まあ、その場終わってから、結構さ、次の日が怖かったりするじゃないですか。次の日。なんか痛みが出てくるのって次の日の朝とかさ、そう。なんかそういうことがよくあるので、まあ、その日は痛くなかったからよしとして、まあ、次の日ちょっと痛みが出なければ、本当回復傾向かなって思えるなって思ってたんですね。そう。で、次の日、痛みがさほどなく、
次の日もゆるーくちょっと走ってみたんですけど、前みたいなズキってくる痛みが、なかったです。はい。ただね、ないんだけど、違和感はちょっとある。まだね、なんか、しこり的なのがなんかちょっとあって、そうそうそう。まだ若干、ガシガシ走り続けるのにはちょっとビビっているところがあるので、うん。だから、まあちょっとこれからどうやってやっていくかって、私すごいこの期間悩んだんですよ。で、自分の中で、ちょっと結論が少し出て、皆さんもご存知のように、私はマラソン頑張りたいっていうのはもちろんあるんだけど、それ以外に、やっぱトレランも、大事にしたくって、やっぱトレランやりたいし、大会のゲストに呼ばれているっていうこともあるし、やっぱそっちはそっちで、サボれない、うん。やっぱやっていきたいっていうのがあるんですよ。で、今回みたいに、やっぱ労働にシフトして、しっかりやってしまうと、怪我のリスクがやっぱり高くなりますし、まあトレランとなかなかこうバランスよく、やるのって難しかったりするんですよ。そうそう。まあどっちも中途半端になっちゃうっていうのも嫌だったりするんだけど、まあ難しいところで、そう。なので、皆さんには、こう、やっぱりね、労働頑張ります。自己ベスト更新したいです。っていうふうにね、お伝えしてたんですけど、まあその気持ち自体は別に変わっていなくって、三重松阪の時にね、いい走り、綺麗な走りしたいなと思っているので、引き続き、フォームの改善はね、ちゃんとしていこうかなと思うんですけれども、自分の練習の取り組み方ですね、これを、やはり私には平坦ロードをこうキロ何分っていうのを意識してやったりとか、スピード練習とか、まあなんかね、こっからこのペースに上げてこのペースでいてなんとか、なんかいろいろ、まあフルマラソンやられてる方は分かると思うんですけれども、いや部活みたいなこう練習方法っていろいろあるじゃないですか。で、それをしてもう、なんか私の気持ちがものすごく上がらないので、トレランに活かせること、なおかつ、ロードにも活かせることって考えたときに、私よく個人的に、峠走をよくするんですね。まあ、割と好きなんですよ、峠走るのっていうのが。やっぱ坂が好きで、で、さなげ山の、峠走はよくしょっちゅうあるんですが、まあ、なんかあれを、やっぱり取り入れて、で、それってトレランにも活かされるから、峠走中心で練習していこうかなって思います。それでスピードは出るのか出ないのか果たしてわかりませんが、まあ、わからなくてもいいです。うん。なんか私の中で決めた、それ。平坦ロードをキロ何分って意識して走る練習をするのではなくって、峠走を、まあ、ちょっとロード用にね、しっかりこう、豆に取り入れて、で、その結果、フルマラソンじゃあ走ってどう出るだろうっていうのが、まあ、ある意味楽しみなので、そうそう、そういうふうに私は峠走のみで、ちょっとフルマラソン挑んでみたいななんてちょっと思いました。その方が、怪我のリスクは、少ないですね。ペースが上げれないので、はい。それを皆さんにまず報告します。ちょっと練習の仕方を変えようっていうところですね。めっちゃうまい。卵いいね。また近況を見届けてください。もうこれ痛みまたぶり返してしまうと、もう大会近くなっちゃうので、もうまずは痛みをもうぶり返させないこと。
だから今慎重にちょっと戻しているんですね。不思議とね、トレランしてても全然痛くないんだよ。不整地は全然痛くないのに、ロードになると急に怖くなる。なんか自分のそのね、気持ちの焦りもあったんですけど、やっぱ走れないと焦りますね。それはいつでもそうかな。ただまあ、皆さんのアドバイス通り、本当ね、登山に切り替えたりとかしたり、まあそれも体を動かしてるし、筋トレにねちょっと切り替えてみたり、筋トレも体を動かしてるし、なんかやっぱり走れない時はなんか別の体を動かす方法にね切り替えると、あ、なんか走れなくても体動かしてるし汗かいてるしっていうので、あ、なんかリフレッシュになっていいかなって思いました。走れなくなった時はそうやってちょっと切り替えて、別のものにね、別のものを取り入れてやっていこうかなって、今回発見でしたね。チキンだ。私がなんで忙しいかっていうところの話なんですが、こっから秋から冬になり、まあいろいろね、大会のシーズンに入ってくるじゃないですか。それに伴って嬉しいことにいろいろこう呼んでくださったり、大会に呼んでいただいたりとかいうのがあったり、それ自体はね、そんな忙しいことではないんですけれども、私の、地元が愛知県長久手市なんですけど、そこで私この冬ですね、ロゲイニングっていう、長久手市旅ロゲイニングと題しまして、はい、このロゲイニング競技を長久手でちょっとや開催したいっていう思いがもうずっと私前からあって、ようやく今年その第1回大会が開催できそうなんですね。で、それに向けての準備で今すごく動き回っているんですけれども、資料作りしたりだとか、もう本当協力協賛、いろんな長久手市の会社の方だったりとか、お店やられてる方とかにお願いしに行って日々動き回ってますね。で、そういうことがあり、今忙しいんです。なぜ私がこのロゲイニングにこだわるかっていうところなんですけれども、私がロゲイニング初めて知った時っていうのがやっぱ衝撃的だったんですね。なんか走りながらこんな面白いこう競技大会があるんだっていう、なんか走る大会ってイコールこうマラソン、ハーフマラソンとか、いわゆるそのタイムをね狙う競技しか全然頭の中になかったので、なんかロゲイニングみたいな、ゲームみたいな、宝探しみたいな、なんかいろんなものをミックスしたロゲイニングっていう競技はすごい面白いな、いいなと思って、自然と体が動かせる、ね、走るのが苦手な人でも、あんまり気が向かない人でも、なんかロゲイニングを通してなんか自然と体動かしました、こんだけ歩きましたとか、こんだけ走れましたとか、なんか自然と運動できちゃうスポーツだなと思うんですよね。で、長久手でぜひ、私の地元なので見どころがね、長久手市っていうのも本当に、住みやすい街って結構言われているところで、いろんなこうおしゃれなショップも多いですし、歩道がね、なんせ広いんですよ。なんでランニングもしやすいところで、
かと思えばちょっとあの別のエリアに行くとあの田んぼが広がったちょっと田舎のエリアになったり坂が多くなったりとかで、最近のね話題で言うとジブリパークですね。これができたことによってもっとこう長くてが盛り上がっているかなと思うんですけれども、まあなんか皆さんそのジブリパークきっかけでね長くてに足を運んでくださることはあるかもしれないんですけれども、まあそこにね寄ってジブリパークでちょっと長くて終了ってなってしまうとすごくなんか寂しいので、せっかくこっちに来たからいろいろこう寄ってほしいなって思うところも紹介したいところっていうのがいろいろあるんで、なのでまあそういうのを伝えるいいきっかけになるかなと思って、ロゲイニングをね提案させていただいているんですね。はい。でまあ無事に今長久手市の協力ですとか、はい、商工会の協力も得ることができましたので、12月の、クリスマスのね直前なんですけれども冬に、はい、開催をするんですね。ロゲイニング興味ある方、ぜひちょっと今後チェックしていただきたいなと思います。まだちょっとホームページいっぱい公開されてないんですけれども。そう。で、他のロゲイニングとちょっと違うところっていうのがあって、実は、競技が午後なんですね、時間が。そう、大体大会ってね、朝一に始まって、まあ昼ぐらいに終わるとか、そういうパターンが多いんですけれども、今回なんでその時間かっていうと、イルミネーションを灯すからなんです。はい。ロゲイニングの会場が、長久手冬祭りっていう冬祭りを、お祭りもやっている会場と、一緒なんですね。なので、当日、その、ロゲイニングの受付会場、スタート会場もいろいろキッチンカーが出たりとかブースが出たり、ステージイベントをやってたりとか本当に、地元の子どもたちも来やすいような家族でも来やすいようなそういったイベントをやっている会場なんですよ。でその中でイベントの一つとしてロゲイニングをやるんですけれども、夕方ね、もう12月は日の入りが早いですので、多分夕方4時半5時ぐらい暗くなってくると思います。その時にイルミネーションがその会場の中、灯るんですけれども、皆さんのその競技時間、競技の終了時間ですね、っていうのも、その夕方の時間に合わせて、いますので、スタートした時は、明るいんですけれども、戻ってくる時には、イルミネーションの会場の中に戻ってくるっていう、イメージなんです。なかなか珍しくないですか？クリスマスだからと思って、はい、あえてちょっと、夕方ゴールという風にさせていただくんですね。楽しみですね。で、参加賞ですとか、商品も、長久手のものっていうのを皆さんにプレゼントできるように、今動いています。そんなことをやっているからめちゃめちゃ忙しいんです。楽しいんですけどね。そうそう。ぜひ、12月のね、22日の日曜日なんですけど、ここ実は、伊勢の森のトレイルランニングレースと、もう日にちが丸かぶりしてるんですね。私、伊勢の森すごい出たかったんですけれども、ちょっと今回私は出れないですね。私の周り、伊勢の森出るっていう方結構多いんですけれども、そうそうそう、私はちょっとロゲイニングの方を、頑張っていますので、全然まだその日に行って空いてますっていう方でね、ロゲイニング興味あるっていう方いましたら日程だけでも開けておいてください。そのうちね私の方から情報いろいろ発信していきますので、はい、エントリーも10月ぐらいから開始できたらなと思っているところなんです。はい、実行委員長なんで、その何長久手冬祭りの私こう見えて、はい、そういうこといろいろやってるから忙しいんです。YouTube もさ、本当はもっとあげたいの、いっぱいあげたいんだよ。
ちょっと長くてロゲの募集サイトが立ち上がるまではなかなか落ち着かなくて難しいので募集サイトを立ち上げてちょっとふーってなったら動画をひたすら上げます。はいよし、そんな、そう、私の近況はそんな感じですね。で、レースが、もう一週間後ぐらいかに、ワカサジトレイルランっていう、トレイルランニングのレースに、久々のレースに出るんですけれども、野沢トレイルフェス以来かな。うん。で、しかも47キロだったっけぐらいの、まあ、割とちょっとロングなんですよ。そうそう、その距離も私的には久々で、どんな感じかなってちょっと未知で楽しみなんですが、うん、そこで、そうですね、ワカサジトレイルランがもう久々なので全力で頑張りたいと思いますわかんない、今の自分の全力がどれぐらいの実力かもわかんないので、何とも言えないですが、まあ、なんかその時の全力で走ってみたいなと思います。で、もちろん動画も撮って後で皆さんに絶景はお届けしたいと思っています一緒にね、出られるよっていう方いましたら、ぜひゆずティーチームゆずのゆずティー着てきてください。私も、着ていきますし、私の仲間もちらちら出ますので、現地で、あ、ゆずティーですねってお会いできると思います。うん。いや、そんな感じで。あ、いろいろ喋れました。よかった。なかなか、近況を報告する機会も、動画編集が滞ってるので難しかったので、うん、こんな、なんかちょっと今日流しっぱなしの動画ですいません。編集する時間もなくってこのまま流しますが、最後まで見てくださってありがとうございました。うん、じゃあ私は午後からレッスンがありますのでね。はい、じゃあまたちょっと落ち着いたらいろいろポンポンと動画を上げたいと思います。また近況も報告します。ゆずでした。